40年、医者やってましたから、すぐ戻ります。神奈川県大磯町では、先月23日から高齢者向けに新型コロナワクチンの集団接種をしています。しかし、今日は必要な数の医師が確保できなかったことから、医師免許を持つ中崎久雄町長自ら問診を担当することになりました。